こんにちは、セレモンド所属シンジェです。一問千円ありがとうございます。今回はパフォのマネジメントを皆さんに紹介します。右の番、手前のバンカーはドライバーで十分に超えるの思うんで、そのアットがマウンドがあるから、そのマウンドはキックにパイオイに戻る可能性があるから、左よりはちょっと右に狙った方がいいと思います。狙いどこには行ったんですけど、ちょっとバウンスが間違えました。左に戻ると思ったんですけど、右に行っちゃいました。今日のピンポジションも左の辺だから、ちょっと右の方から狙うのがいいと思って、今回はラフでもちょっと優しい感じがして、右でも大丈夫って感じしました。一応、上りのホールだからグリーンの面があんまり見えないですけど、このホールはちょっと左の方、今ピンがあるところがちょっとマウンドがあるんで、やっぱりイメージ的にボールを落ちる、やっぱり上から落ちるイメージにちょっと自分で持ってれば、多分この傾斜のライでも落ちやすいし、降りる時、落ちた時にスピン量も結構いいになると思います。はい、いいだと思います。いいところに一応落ちました。なんかこっちがためにすると、やっぱり脳と意識がそのための方に意識が強くなるから、こっちは左の奥がいいって感じだけ考えればシンプルにいけることができます。今上りフックライでカップ一つ一個半ぐらいに右に見えます。狙い時はちょっと少なめで狙うか、ちょっと大きいライで安全に行くか、狙うもやっぱり自分のポジション的にはちょっと違います。絶対入れる気持ちで、さっきは一個半ぐらい離したんですけど、そしたら多分一個でちょっと狙うように。やっぱり思ったより感じでちょっと上りが強かったんですけど、一応入ったんで嬉しいです。私はいつもコスメンジマントするときはクリーンから結構ティーによく見るんで、このクリーンから見るとやっぱりクリーンの傾斜が左から右に結構傾斜が強いんで、やっぱりティーショットはちょっと右のフェアウェイかラフでも全然問題なかったんで、ちょっとフェアウェイ真ん中より右に狙って、フェアウェイに右からクリーンに攻略するのがクリーンに落ちて止まりやすいです。皆さんは回る時も、皆さん終わってすぐ次のホール行くじゃなくて、1回だけでもいいんで、ちょっとクリーンの方に1回見れば結構コースのどうやって行けるの道が結構見えやすいです。